白熊は夏になると緑色の緑グマになるんだって。どうも始まりました、ゴージャスの方です。私がゴージャスです。アシスタントは神谷梨乃です。じゃーん、初めて聞いた人、本当に知らなかった。ホッキョクグマって、あれ本当毛は透明なんだって。透明なんだけど、本当地肌は黒なのね、でも夏になるとそこ透明なとこに藻がいっぱい生えるから、緑色の緑グマになるんだって。え、じゃあなんで白いんですか？で、透き通ってるから透明に見えるの。でもだって地肌は黒でしょ。地肌は黒。じゃあ黒じゃなくて？でも透明なの。これは書いてあったから本当。これはあとは自分で行きなさい。何でも僕に聞くんじゃない。自分で北極に行きなさい。調べるんじゃなくて、神谷梨乃チャンネルで北極に行きなさい。すごい人。クラゲー、はい、はい、ということで今日はこの二人で一体何やるのかな。はい、今回はお二人にアナログゲームをやってもらうよ。アナログゲームってこれ、こちらのゲームです。白クマパニック。そう、アナログゲーム、そうか、ボードゲームでもないもんね、これね、普通のこういう、まあとりあえず一回リアルゲーム、リアルゲームというかね、はい、ということでこちらを今日はやっていきたいと思いますね、はい、じゃあこちら準備します。準備こちらです。ズドン、はい、準備ができました、はい、こちらはですね、白クマがこの上に置いてあるんですけども、まあ、この氷と見立てている3色の六角形のものを、こちらの矢印をこう弾いて、例えばね、真っ白だったらこれになったら、ここの白をこうハンマーでトンつって落とす、これポンって落ちるんだって、でそれで交互にやってって、白クマが落ちなければ、落とした方が負け、なので、なんだろうな、だからこれが挟まってるってことだから、ある程度やるとポタンと落ちる時があるんだろうね、多分ね。全部ガタガタガタみたいな、なるほど。なので、はい、でこちらのルーレットが、はい、ルーレット、はい、こちらがあの1個ずつと、これ3つあるやつは何色でもいいって、でこのバッテンのやつはそのまま叩かなくていい、パス。じゃあ一生私がスキップ出してたらずっとゴージャスが叩いてるってこと。そうね、で、ま、いつかは崩れるってことですよね。でも結局そして俺の思うがままにやってて、最後エリナちゃんだけポンって来た時に、ポンってやったら、あ、一気にいっちゃうかもしれない、まあ、ルーレットだから何が出るか分かんないですもんね、はい、ということで、はい、早速やっていきたいと思いますよ、はい、それで一回やってみましょう ね、はい、これどのぐらいの強さで落ちるかも分かんないね。分かんないもんね、うん、ちなみにハンマーは、あの平らな方でも尖ってる方でもどちらでも好きな方を使っても構わないので、こっちでもこっちでも、いや、こっち、どっちなんだろう。いや、こっちの方がこっちだと力がさ、だからもう1点にいけるじゃん、1点で。こっちだとさ、隣がいっちゃうかもしれないから、だから最初はこっちだよ、多分ね、いや、最初はこっちじゃないの。え、いや、だとしたら細いハンマー作ってそのまま提供するよ。個人の自由でしょ。いやいやいや、お前ペロじゃないから、よし、行こう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 、はい、一応順番的には、取扱説明書の方には、年齢の低い方からっていう風に、ああ、そこ32だっけ。増えてます、どんどん増えてます。言うたびに増えてます。27です。あ、まあ、まだ27です。あ、若い若い。よしよし、じゃあ回していいですか。これをちょっと見えるところで、どうやって回したらいいんだろう。ピンとこで、デコピンする。じゃあ、いきます。はい、お、あ、何色でもいい、何色でもいい。でもとりあえずちょっと分かんないんで、この辺いきます。あ、おー、あー、こういう感じか。そういうことね、結構、あ、言わないでおこう。自分でやった方がいいから。戦いだもんね。戦いだから。なるほどね。ここに合わせてから回すことでしょ。中に入れてやってもらえると。はい。お。はい。はい。これで。濃い青。濃い青。いいんですか？太い方で。大きい方でいいんですか？おお。うんうん。よし、行きましょう。行きます。はい、あ、白、うん、固まってんだよね、こう白固
これはちょっとモニターだとグレーっぽくも見えるんですけど、半透明なんだよね、肉眼で見ると半透明です、うん、氷この辺いく？大丈夫。おここにしようじゃん。ちょっとさっき撮ったところ離れたところ、はい、おおいけるの、うん、これいきますよ。負ける気がするね。うん、はい、薄い薄いやつ。一回太いのでやります。おお。どうなる。あ、こっちの方がいい。ほらほら、やってみて分かることあるでしょ。発見。よし、緊張する緊張する。あー、これ分かった。これ、え、そっか、うん、あ、なんでもない、言わない。え、なに？なに？ほ、お、薄い青、薄いやつ。あ、待って、硬いぞ、ここ。うん、あ、ここ、こう挟まってるからね。うん、なるほど。難しいな、考えた。結局は白クマさえ落ちなければいいから、ね、そうですね。いきましょう。なんでもまあ、まだいっぱいありますから、サクサク。結局これ、ここをやると濃い青が落ちるってこと。結構落ちるんじゃない、これ。おお、なるほど、うん、あ、じゃあそれ戦略的に、戦略的にいかないとですね。一個ずつやっててもしょうがないんだもん。大量にガバッと落とした方がいいんだよ。よーし。お、白、白。じゃあ、じゃあここやれば落ちるのかな。いや、待って、硬い。うん、おーわ。ここが地獄の白熊、ここが開いてきてる。いや、気が気じゃないよ、白熊。迫ってきてるよ。いきます。あ、あ、はい、薄い青、薄いやつ。じゃあ、お、やべ、ここ行きます。お、冒険。行かない、落ちない。こんなに、こんなにいくと思わなかった。いやいやいや、なんてことしてくれるんだお前。怖い。なんてことしてくれるんだよ、これ。こんなにいくと思わなかった。いいや、すごい。いやいやいや、いやいや、行くぞ行くぞ行くぞ。もう勝っただろ。行くぞ。パスや。ね、ちょっとダメ、これっこっち側でやっていいですか。いい、いい。見えるとこって、うん、どこでもいいよ。ここでやります。よし。今、今なんで、ちゃんとできた、ちゃんとできた。今ダメですよね。わかりました、いきます。いや、こういうやつ、もうどうしよう、どうしよう。ちょっと、ちょっと許さないで。ちょっと待って、ちょっと待って。セーフなところはあるはずだからね。でもまあ、まだ全然、全然大丈夫。じゃあここ行きます。おお、マジか。これトントンで落ちちゃったらする、トントンの刺激で。え、待って、やばいかも。いや、大丈夫だよ、大丈夫。ちょっと待って、ちょっと待って。すごい、なんかダイヤモンド掘ってるみたい。これで掘れない。ああ、掘ったことないだろ。怖い。よし、緻密の動きが計算されていきます。薄青くない。いや、そこ行くの、マジ。お、すごい。え、わかります。ここ、ここないですよ。うん、ないから大丈夫。この、この2辺がこう来てるから。え、じゃあここの小屋をどうしてもいけるってことかな。そこの小屋をいけるんじゃない。いきますよ。いやー、何色でも、スキップしたい。何色でもいい。じゃ、じゃあ無難に一回この辺いきます。はあ。え、ダメかな。こっちにする、いっぱい残ってるから。透明、透明。おお、何がね、トリガーとなるか分かりませんから、いきましょう。透明、透明だね。薄いやつ、薄いやつ。
ヤモクマさんが。うん。あ、チキったなこれ。チキったな完全に。チキったじゃない。戦略戦略。よーす。はい。お。お、パスだ。来た。俺もパス出せばいいんだな。パス。パスよし、行きます。ちょっと待って。ちょっと待って。いや、一回転しかしてないで。お。来い、来いよ。来いよ。そこ行く？あ、待って待って。え、これ待って。あの、一回叩く、ちょっと待って。ちょっと待って。審議、審議、審議。一回叩くのをやめるっていうのはありですか？ん？なしですね。じゃあ。これさ、これトントンの刺激で落ちるのは違うよね。それもダメじゃない。慎重に落ちなきゃいけないじゃん。そうですね、もうなんとにかく白クマが落ちたら。落ちたらダメですよ、もう。危ない。危ない、怖い、怖い。落ちろ、落ちろ。うおー来たよ。いやこれはいいよ、今の一撃は。もう一本橋みたいになってる。一本橋だこれ。怖い。いけるよ。あ、薄い青。あ、でもここも取れてるから。動きます。おお。おお。ちょっと待って。ああ。危ない。危ない。マジでこれ面白いな。行くぞ。次や。薄い青。薄い青。これ数も少なくなってくるから どこ行くいやそっちそこえ、うん、あ揺れる揺れる、うん、揺れるな、うん、台が揺れる落ち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 るつま先出てるよ落ちるつま先出てるよ白熊のつま先出てる勝ちもう左足が左足が出てるあぶないあぶないあっ一気にいっちゃった方がいいじゃないですかもううわっよっしゃまだ勝ってないまだ勝ってないですまだ試合は終わってないですいいよこれはもう左足ほんと半分出てる半分出てますねいきますおなうーん薄いよいやいやいやもうこれは薄いのやばいでしょどこもかしこもでも今ここやって、うん、こっちに行っちゃったってことはこっちがやっとくべきだと思うんですよあーおちょっと今の喜び方リプレイやつで入れてて声にもクソだせ声にもならないいきますようっ、スキップやだね、せめて、うん、濃い青を着てほしいもうぐらついてるもんね。おっ！パス！スキップスキップだ。俺もスキップするわじゃ。薄い青。薄い青ってもんね。あと1、2、3、4、5個しかない。1、2、3、もうこれは無理だな。クマさんのところ。怖い。肩さんとこ。一回寄せてあげないと。左足本当に落ちてる半分。本当に。うわあ！ウェイト。
何の叫び。いや、これはもう。もうやばいよ。やばい、これは。もうやばいよ。これは本当に。いや、あ、選べる。な、選べる。じゃあもう、落ちかかってる。ここの濃い青いきます。いける？落ちかかってるから。ちなみにその小屋を落としたらどうなるんですか？小屋を落としたら結構きつかったもん。あ、セーフはセーフなんだ。うわ、これはいい試合だったよ、これ悔しい。いや、面白い緊張感が味わえたね。よくあそこ一本だけ残りました。うまい具合にやっぱね、すごいよ。演出ですよ。すごいな。改めて、うん、もし続けてやってったら、うん、ジャス君次落としてなんか次ちょっと次上位です。うん、いや、回します。ああ、うん、もうやらない。何でもいい。いや、何でもいいんじゃないですか。いや、こことかも攻めるさ。これ持つのあり、持つのあり。まあ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 。持つのありですよ、でも。持てばよかった。あれ。うおお。結構残るんだ。え、でもこの一本残ると結構すごい。一本橋状態。おお、これでも、でもいけるんだ、これでも。終わりだね。これがもう最強。これ最強だね。残り。最強の残り方だね。残ります。うん。いや、そんな感じで。おお。ここまで行きたかった。ここまで行って最後、どっちがやるかっていうの。いやー。悔しい。本当に。あれですよ。いやー、ということで、2回戦はこれをちょっともう一回詰め直さないといけないからめんどくさいんで準備があるから。さあ、皆さん自身でご家族や、ね、誰かさんと遊んでいただけると思いなさいますよ。はい、白熊パニック、はい、白熊パニック、うん、はい、ということで面白かった。はい、ということで、こちらの方がですね、よかったと思う方はグッドボタンを押していただけると光栄でございます。チャンネル登録も忘れなく。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあこの崩すの気持ちいいからやっていいよ。じゃあちょっと動きます。はい、いや、いや2回も落とされてかわいそうに。こういう遊びです。こういう遊び